正倉院。正倉院は、奈良県奈良市の東大時代仏殿の北北西に位置する、あぜくら造りの大規模な高い床式倉庫。聖武天皇、光明皇后ゆかりの品をはじめとする、天平時代を中心とした、多数の美術工芸品を収蔵していた建物で、1997年、平成9年に国宝に指定され、翌1998年、 平成10年に古都奈良の文化財の一部としてユネスコの世界遺産、文化遺産に登録されている。元は東大寺の小僧、倉庫だったが、1875年、明治8年3月10日、収蔵されていた宝物の重要性に鑑み、東大寺から内務省の管理下に置かれた。1881年、明治14年4月7日、農商務省の設置に伴い、 内務省博物局が農省務省へ移管され、1884年、明治17年5月に、区内省所管となった。1908年、明治41年4月、小総院は、提出博物館の主管となり、第二次世界大戦後の1947年、昭和22年5月3日に、区内府と所領の主管となった。現在は、 宮内庁の施設等機関である焦燥院事務所が、焦燥院宝庫及び焦燥院宝物を管理している。焦燥院の宝物には、日本製品のみならず、中国、東野西域、ペルシャなどからの輸入品を含めた、絵画、書籍、金庫、執行、木工、刀剣、陶器、ガラス器、楽器、仮面など、古代の美術工芸の域を集めた作品が多く残る、か。 奈良時代の日本を知る上で貴重な資料である、焦燥院文書、東大寺大仏海岸法要に関わる歴史的な品や古代の薬品なども所蔵され、文化財の一大宝庫である、シルクロードの東の終点とも言われる。奈良時代の館長や大寺院には多数の蔵が並んでいたことが記録から知られる。焦燥とは元来、焦税を治める蔵の意で、律令時代に、 各地から上納された米国や調布などを保管するため、大蔵省をはじめとする役所に設けられたものだった。また、大事には、それぞれの寺領から収められた品や、寺の重機宝物などを収蔵する焦燥があり、焦燥のある一角を塀で囲ったものを、焦燥院称した。なんと七大事にはそれぞれに、焦燥院が存在したが、歳月の経過で廃絶して、 東大寺正燥院内の正燥一棟だけが残ったため、正燥院は東大寺に所在する正燥院宝庫を指す固有名詞と化した。なお、現代においては、正燥院は貴重な文化財の宝庫であることを指す、比喩表現としても使われることがあり、例えば、春日大社は平安の正燥院、国宝の平城旧石出土木管は地下の正燥院と呼称されることがある。 七百五十六年、天平商法八歳六月二十一日、光明孔大号は夫である、聖武大乗天皇の七十七期に際して、天皇以来の品、約六百五十点、及び六十種の薬物を、東大寺の路舎な仏、大仏に奉献したのが始まりである。光明孔大号はその後も三度にわたって、自身や聖武天皇ゆかりの品を大仏に奉献し、 これらの剣納品は焦燥院に収められた。剣納品も録である剣物帳も焦燥院に保管されている。剣物帳は高官からなり、それぞれ国家陳放庁、主治役庁、病部下船頭庁、大正王親戚帳、藤原公親戚病部帳と通称されている。焦燥院宝庫は北僧、中僧、南僧に区分される。北倉は主に、 聖武天皇、光明皇后ゆかりの品が収められ、中倉には、東大寺の儀式関係品、文書記録、像東大寺史関係品などが収められていた。また、九百五十年、天略四年、東大寺県作院、県作院の総倉、並び倉が破損した際、そこに収められていた物品が正倉院南倉に移されている。南倉宝物には、仏具類のほか。 東大寺大仏海原へに使用された物品なども収められており、1185年、文字元年の後白川法皇による大仏最高の海岸会に宝物の仏狂いが用いられた。その他、長い年月の間には修理などのために宝物が蔵から取り出されることがたびたびあり、返納の際に違う蔵に戻されたものなどがあって、宝物の所在場所はかなり移動している。 常実のような、蔵ごとの品物の区分は明治以降、近代的な文化財調査が行われるようになってから、再整理されたものである。剣物町記載の品がそのまま現存しているわけでは、なく、武器類、薬物、書簡、楽器などは必要に応じて出造され、そのまま戻らなかった品も多い。刀剣類などは、藤原中丸の乱、江美吉勝の乱の際に大量に持ち出され、 剣物帳記載の品とは別の刀剣が代わりに返納されている。また大仏海岸の際に、聖武天皇、光明皇后が着用した冠など、何らかの事情で破損した宝物も存在するが、その破片が所蔵されている場合もある。礼服五冠残血などの残血。また、一部の唐溢は、鎌倉時代、江戸時代のものであり。 宝物の中にも後世に追納されたものが多いという説がある。国家陳放帳に記された、剣納品には、後の時代に持ち出されたことを示す、帳物の付箋が付けられたものが七点。風箱、裁角、秘宝剣、影宝剣、立ち、黒作剣配当、傾向ある。このうち、光明皇后が死去する半年前の天平法治三年、七百五十九年十二月に、 で蔵された秘宝権と、影宝権は、剣物町にある立ち百口の筆頭に記されていたが、その後の行方は判明していなかった。1907年、明治40年から翌年にかけて、東大寺近藤、大仏殿、ルシャナフツシュミダンの周辺から、立ち六口、水晶玉、蛍光残欠などが発見され、東大寺近藤珍団具とて国宝に指定されている。2010年に、 元号自分家財研究所がこの内金銀装、大東二口の X 線撮影を行ったところ、刀身から、しつるぎ、影剣の造岩名が発見され、国家陳放帳に記されていた秘宝剣と影宝剣であることが確認された。専門家の間では、光明皇后が国家の平安をお願って埋納したものであると考えられている。秘宝剣と影宝剣は、 東大寺ミュージアムに保管されている。正倉院の三倉の中でも、特に北倉は、聖武天皇、光明皇后ゆかりの品を収めることから、早くから厳重な管理がなされていた。宝庫の扉の開封には、直視、天皇からの使いが立ち会うことが必要とれていた。なお、直封という言葉は、本来、天皇の署名入りの紙を鍵に巻き付けて施錠することを、 さす。焦燥院方向が、この厳密な意味での直風になったのは、室町時代以降であるが、平安時代の各種文書記録にも焦燥院を直風像と表現しており、事実上の直風であったとみなして差し支えないと言われる。平安時代中期には北、中、南の三層とも直風像とみなされていたが、東大寺の重機類を収めていた南倉の実は、後に直風から綱風。 東大寺別東ラの自創組織が管理するに改められた。1875年、明治8年、焦燥院全体が明治政府の管理下に置かれてからは、南倉も美直風となっている。本節では、焦燥院の代表的な宝物について取り上げる。焦燥院文書は、焦燥院に保管されてきた文書群で、 光明皇后の皇后グ職から、東大寺社教書に至る一連の社教書で作成された文書を中心とする、奈良時代に関する豊富な情報を含む資料である。正宗院の校内にはもう一棟、小型のあぜくら作り倉庫が建ち、正五蔵、使用、五蔵と呼ばれている。中に収められていたのは、教官類で、正宗院文書とは別の古代の仏教関係の書籍。 教官類が保されていた。元は、東大寺尊昌院の教像正五蔵の一軍である。隋教八部二十二巻、東京三十部二百二十一巻、天平教十三部十八巻、光明皇后法願の、天平十二年五眼鏡百二十七部七百五十巻、天平勝宝教四部五巻、天平神五教一部三巻、聖徳天皇法願の、 神語慶文2年後元教171部742巻、さらに平安時代、鎌倉時代に至る古社教、古番行を含めて、総計4960巻であった。また、鎌倉時代のが相天の写本も含まれている。この教官類は1894年、明治27年に皇室に献納され、あぜくら作り倉庫も焦僧院校内に移築された。現在は、 他の宝物と同様に宮内庁焦燥院事務所が管理している。焦燥院正長蔵教館全館のアーカイブ化プロジェクトも進められている。あぜくら作り、屋根は寄せ棟作り、瓦吹き。規模は正面約33.1メートル、奥行き約9.3メートル、床下の柱の高さ約2.5メートルである。根流時期は不明だが、 光明皇后が夫聖武天皇の居合の品を大仏に奉献した756年、天平商法8歳前後と見るのが通説である。759年、天平法治3年以降、宝物水筒の記録が残っていることから、この年までに混流されていたことがわかる。当初の正倉院の建物構成についてはわかっておらず、記録によれば、 平安末期には現存する宝庫一棟を残すのみであったらしい。床下には10列4列の柱を立て、その上に台和と呼ぶ水平材を置く。この上に北倉と南倉は講義、あぜぎという断面三角形の材を二重段重ねて壁からだを作り、あぜ倉作りとする。ただし、中倉の実はあぜ倉作りではなく、 柱と柱の間に厚板を落とし込んだ板倉で構造が異なる。なぜ中倉の実構造が異なるのか当初からこのような形式であったのかどうかについては諸説ある。奈良時代の文書には小僧院宝庫のことを倉倉、倉倉、並び倉と称しているものがある。このことから元来の小僧院は北側と南側のあぜ倉部分の実が倉庫で中倉にあたる。 中間部は壁もなく床板も張らない吹き放しであったため、曹操と呼ばれたとするのが通説だったが、年輪年代法を用いた鑑定により、当初より現在の形であったことが判明している。アゼクラいの利点として、湿度の高い時には木材が膨張して外部の湿気が入るのを防ぎ、逆に外気が乾燥している時は木材が収縮して材と材の間に隙間ができて、 風を通すので、倉庫内の環境を一定に保ち、物の保存に役立ったという説があった。しかし、実際には、重い屋根の荷重がかかる工具が伸縮する余地はなく、この説は現在は否定されている。実際壁面は、中から見るとあちこちから外光が透けて見える、隙間だらけの状態であり、湿度の管理について言えば、宝物が良い状態で保管されたのは、 多重の箱に収められていたことで湿度の急が避けられたことによる部分が大きい。現存する奈良時代の倉庫としては最も規模が大きく、また奈良時代の焦燥の実態を伝える唯一の遺構として建築史的にも極めて価値の高いものである。安ゼクラつの宝庫は長年宝物を守ってきたが、1952年昭和27年に、 鉄筋コンクリート作りの東方向、1962年、昭和37年には同じく、鉄筋コンクリート作りの西方向が完成し、翌1963年、昭和38年、宝物類はそちらへ移された。現在、宝物の大部分は、西方向に収納、東方向には修理中の品や、西方向に収納スペースのない、大量の染色品が収納されている。 現在、直風はこの方向に施されている。記録によれば、長元4年、上略3年、講は2年、研究4年、管義2年、管元元年から4年、県庁6年、慶庁8年、元独6年、天保4年から7年、明治10年に修理が行われた。大正2年3月から12月にかけて、解体修理が行われた。2010年、 平成22年8月31日に、小僧院を管理する区内庁は、一世紀ぶりに小僧院の施設整備工事を行うことを目指し、平成23年度予算の概算要求で、工事費として3億60000 00円を盛り込んだ。施設整備工事は、平成23年、平成26年の予定。改修は2011年。 平成23年9月1日より始まり、廃館停止となっていた。一部希望者は期間限定で工事見学ができた。平成26年10月25日から公開が再開された。公室用財産、区内庁の各部局、長官官房、自住職、所領部、三路丸名お倉館、京都事務所、小僧院事務所が管理する。 国有財産の一連の文化財は、区内庁による十分な管理が行われているとの区内庁見解に基づき、文化財保護法による指定の対象外となっている。そのため、正倉院の建物や宝物も、国宝、重要文化財等には一切指定されていなかった。しかし、古都奈良の文化財がユネスコの世界遺産として登録されるにあたり、当該文化財が、 所在国の法律によって保護の対象となっていることが条件であることから、焦燥院の建物も焦燥院焦燥として1997年、平成9年5月19日、文化財保護法による国法に指定された、国法に指定されたのは不動産である宝庫の建物だけで、動産である宝物類は指定されていない。門外不出であった焦燥院の現図をもとに、 天然材を使って細部にわたって忠実に再現した木造建築。西の小僧院が計画5年、建築5年を経て1996年に宮崎県東臼杵郡三里町に建設され、奈良の小僧院では見ることのできない内部構造を見学することができる小僧院南倉に収められている東花六花橋と同じ道橋も展示している。 正倉院宝物は通常時非公開である。1875年、明治8年、1880年、明治13年、毎年開催された奈良博覧会の一環として、東大寺大仏殿回廊で一部が一般に公開された。1889年、明治22年、1940年、昭和15年では正倉院内の陳列棚を設けて、 学猟、宝物の虫干しのことで、定期的に行われるの際に限られた人々に、廃管を許していた。また、外国の交換のため、特に開封することもあった。例、1922年英国皇太子廃刊。戦前の大規模な一般公開は、1940年、昭和15年11月の後期2600年記念として、 東京の定室博物館で開催された小僧飲魚物特別展である約140点。染色品の展覧は1924年、大正13年4月に奈良定室博物館で大規模な展示があり、さらに1932年、昭和7年にも開催された。戦後、1946年、昭和21年に近隣の奈良公園内にある 奈良国立博物館で焦燥院魚物特別配観として開催され、翌年以降、秋の2ヶ月の爆僚に合わせて開催されるようになった。最初は焦燥院魚物展、焦燥院展覧会といった表記揺れがあり、現在の焦燥院展の名称が定着するのは1952年、昭和27年頃からのようだ。焦燥陰展は奈良で開催されなかった年もあるが、 2008年、平成20年に第60回を迎えた。管理する、区内庁が、整理済みの宝物だけで9000点に上るが、このうち、詳細院店で公開される宝物の品目は、毎年変更され約70点のみである。よって代表的な宝物を見るには、複数年の見学が必要になる。学芸員が手作業で点検と陳列を慎重に、 行うがそれに前後約40日の時間を必要とするため開催期間は約2週間程度と短い。毎年多くの見学者を集めているが観覧者数が特に伸びたのは2001年平成13年以降である。2001年平成13年から主催期間である奈良国立博物館の独立行政法人化を契機に 外部から協力を受ける開催方式となる。最初の4年間は、朝日新聞社がその役割を担い、観覧者も前年より5万人ほど増加した。しかし、その後は低減し、読法化前と大差のない13から14万台に戻る。2005年、平成17年の第57回から、協力主体が読売新聞社に移ると、読売関係各社を動員し、 それまでにない多彩で大規模なメディア展開を実行する。近年の観覧車急増には焦燥運天自体に集中的に言及するメディア体制の出現が背景にあると言える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。